こんにちは、ザ・コーヒーショップの萩原です。今回の動画では、ザ・コーヒーショップで実際に働いているスタッフのメンバーにちょっとインタビューをして、おすすめのコーヒー豆だったり、あとはスペシャルティーコーヒーの魅力についてちょっと語っていただきたいと思っております。今日は、ザ・コーヒーショップでバリスタとして活躍してくれている神保さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずザ・コーヒーショップに入社したきっかけって何ですか？入社したきっかけは、たまたまこう転職の活動してる時に、インスタで募集されてるのを見て、でそこまで条件も当時は経験者とかが高くなかったので、条件がちょっとやってみようかなと思って応募したのがきっかけです。それまでコーヒーに関する仕事をやってたんですか？それまでいわゆるカフェみたいなところで働いてはいたので、一応コーヒーの取り扱いはあったんですけど、そこまでこうこだわった感じではなかったので、初めてこうがっつりコーヒーに関して関わっていくのは初めてでした。はい。じゃあ最初にスペシャルティーコーヒーに出会った時はいつなんですか？スペシャルティーコーヒーっていうのをそもそも知ったのも、このお店受けようと思って代官山のザ・コーヒーショップに行ったのが初めてだったので、他のところでは一切そういうのは分かってなかったんですけど、実際に店舗で働く前にお邪魔して飲んだっていう感じです。そうなんですね、はい、それで美味しく飲んでもらって美味しく飲んで、はい、働けるかなと思って。なるほどね。あ、それは嬉しいですね。ありがとうございますなんかそんな感じ、スペシャリティコーヒーに初めて触れて仕事していってると思うんですけど、これからなんか個人とかお店的になんかどうしていきたいとか、なんか目標とかあったりするんですか？なんかお店、このお店としてはもう少しいろんなお客さんにこう気軽に来てもらえるような場所にしたいなと思っていて、例えば豆購入のお客さんも今たくさんありがたいことにいらっしゃるんですけど、ドリンクとかももう少し気軽に頼めるようなお店になったらいいなとは思っているので、もうちょっと味の違いとかを説明うまくできるようになりたいなとも思ってるし、あとは個人的には将来ゆくゆくはお店を持ちたいと思ってるので、そういうところも勉強しつつ、またお店も盛り上げていけたらなと思っています。なるほど、はい、それは楽しみですね。頑張りますなるほど。そしたら、今いろんなスペシャリティコーヒーを取り扱ってると思うんですけど、今神保さんがなんか個人的に注目してたりとか、なんかこの産地この豆好きだなみたいなとかってあったりしますか？個人的にはブルンジさんのスペシャリティコーヒーが、ブルンジさん、ブルンジさん、あ、ブルンジさん、ね、ブルンジさん、ね、ブルンジの国のコーヒーが好きです、一番。はいはい。結構なんか口当たりがジューシーな感じで、すごく厚みがあるタイプのコーヒーが多かったりとか、あとすごい爽やかな酸味だったり、甘さもすっきりしてるので、すごく飲みやすくて個人的には大好きですね。なるほど。ブルンジ、そんなに種類も量も多くないですけどね。なかなかその内陸地で海にこう面してないっていうのもあって、ブルンジの国自体が、なんかその生豆をこう海外に輸出していくのが今後の課題だったりはするみたいなんですけど、ただやっぱりもともとコーヒーをやってて、ちょっと内戦で落ち着いちゃって、また復興の兆しが最近はすごく出てきてるので、農家さんの意識もすごい高いみたいなので、個人的にはすごく注目しています。なるほど。皆さんもぜひそうですね、はい、ありがとうございます。したら最後、動画見てくださってる皆さんに、こうスペシャルティーコーヒーの魅力をズバリ魅力はやっぱりその自分が飲んでるコーヒーがどこで栽培されて、どんな人が作ってるのかっていうのが分かりやすくなってるっていうのも一つの大きな魅力だと思います、やっぱりこう自分が口にするものがどういう過程を得て、どういう人が携わって自分の元に届いてるのかっていうのが明確に分かってくるので、その選ぶ過程を楽しむ上でも、そういうところを意識していただくと、もっとこうコーヒーに対して違った見方ができるんじゃないかなと思うのも一つの魅力かなと思っています。なるほど。トレーサビリティがしっかり取れる、はい、スペシャリティコーヒーの大事な要素ですね、はい、皆さんもぜひください。はい、
じゃあ今日は神保さんにお話伺いました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。